さんこんにちは、庭光代です。暑い日が続いています。熱中症にお気をつけください。外では周りに人がいないことを確認しながら、こまめにマスクを外すようにしてくださいね。さて今回の行きまいプラスはご覧の項目でお伝えしていきます。今週の一押し、まるごと子育てルーム。まずは漫画で紹介する子育てあるあるです。今日はとってもいい天気だな、お出かけしようか。すると子供はお天気に関係なく傘をさして長靴を履きがち。そしてその時パパは、まさか我が子が予知能力に目覚めたのではと思いがち。ママとしてはなんで長靴なのって思いますよね。お子さんのこだわりや主張を温かく見守っていきましょう。番組では視聴者の皆さんからの子育てあるあるを募集しています。宛先は番組の最後にお知らせします。さあ続いては子育て座談会です。子育て健康プラザマーノの2階にある市民支援室のスタッフに自身の経験を踏まえて子育てについて話をしていただきました。子育てのヒントが見つかるかもしれませんよ。話をしてくれたのは市民支援室のスタッフであると同時に現役の子育てママさんたち3人です。子育てで苦労したことを話してくれました。朝の気分によって全然行きたくない時と、早く行くよっていう時もあるし、なんかそれに合わせるのがね大変じゃない、支度がねなかなか進まないとかね、今日めんどくさい日だなとかそれはもうちょっと楽しそうなことをその日の予定をちょっと見て、あ、今日なんか剣道教室あるらしいよとか言って、サッカー教室あるんだってとか言って、ちょっと乗せて楽しみだねって言ってちょっと行かせますもう今小5の息子だけど、それこそ年少さんの時に夏の時期にプール教室が始まった時に、本人は多分プール好きなんですけど行きたくないという話になって、もうそのプールバッグを持って2階のなんか一番端っこの部屋までに隠しに行くみたいなもう僕はプールやらないんだみたいなで、そうそう、でもやっぱり年少さんなんで自分の気持ちなんでやらないかとか何が嫌なのかは教えてはくれないんですけど、コンコンと息子と向き合ってちゃんと話を聞いたら、プールの時間に、めっちゃ怒ってる先生がいると。まあだから、早く着替えなさいとか、濡れたままにしないのとか、先生も先生でね忙しいんだろうと思うんだけど、それを聞くのが僕は嫌なんだという話に、結果いろんな話をしながら分かってきたので、なんかやっぱりちゃんと子どもの話を聞くことは大事なんだなと思って、年中になったらバスに乗りたくないって言い出して、でも幼稚園には行くんだって、じゃあどうやって行くんだお前かと思ったら、ママが送ってくれたら僕は行くんだって言って、分かった、じゃあママが送ってくねって言って、なんかバスに乗ってる時間が息子はなんか憂鬱だったらしくて、なんだお前こいつはって男子わからんあるあるだよね。男子わからん宇宙人説みたいなね、男の子宇宙人説があるもんで、理解できない、そうそうそう、理解できない、母には理解できない、男の子は謎です母親にとって男の子は謎です、永遠の謎です。今回話をしていただいた市民支援室では、子育てに関する相談に答えています。お気軽にお立ち寄りください。さあ続いては子育てインタビューです。子育て健康プラザマーノ内のキッズナルームに来ていた子育て真っ最中のママさんに話を聞きました。リポートをしてくれたのは自身も子育て中という梅田美織さんです。今何か子育ての悩みとか困っていることありますか？野菜を食べなくなりました、最近。何か工夫していることとかありますか？スープにするとちょっと食べるので、スープにしたりとか、あとなんか歌ったりとかしてます。人形と一緒に食べたりとか、ハイハイをしていろんなところに行くので、端っこにある小さいゴミとかを拾って口に入れてしまうことが最近何度か出てきてしまっているので、そこはヒヤッとしました。
触ると危ないようなものは全部片付けてなるべく安全に過ごせるようには気をつけています。困ってること何かありますか？でもやっぱりいやいや着替えようって言っても着替えなかったりとか、でも着るって言ったりとか、言ってることがコロコロ変わるからそれはちょっと困るかな。なんか周りにサポートしてくださる方とか、実家が、私の実家が近いので、ね、遊びに行くね。もうでも結構何でも嫌々で、おむつ替えるのも嫌だし、なんだろう、ママがトイレに行くのも嫌だし全部嫌だよね。いやいや言われた時にどういった風に対処されてますか？対処、一番は他のことで気を紛らわすのが一番かな。まあ、おもちゃを、まあ、与えたりとか、まあ、好きな食べ物でちょっと釣ってみたりとか、何がそんなに嫌なのかわからないみたいな状態なので本当に日々何が嫌なの、どうしたのって聞きながら、もう他で気を紛らわしながらなんとか過ごしてるっていう感じです、はい。やはり今は新型コロナの影響で遊びに行けないなどの悩みを多く聞いたそうです。子育ての悩みつきませんが、皆さんいろいろと工夫していらっしゃいましたね。同じ悩みを持っている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。さて番組では子育てに関するお悩みや困りごと、また逆に我が家ではこうして克服しましたや、こうしたらいいのではというアイデアなども募集しています。子育てあるあるもこちらです。次回は今週の一押し、地域包括支援センターって何をお送りします。それでは今回のいきまいプラス、これで失礼します。さようなら。